こんばんは、パーソンズレディよ。毎日23時開店のスナックパーソンズへようこそ。お酒の準備はできたかしら。それじゃ乾杯。私の好きなお酒は赤ワインです。これはカナダのナイアガラの付近で生産されている赤ワインです。それとともにおつまみも用意しました。生ハムメロンとチーズとフルーツですYouTube みたいになっちゃった。前回までのエピソードはご覧いただけました？まだ見てないあなたはぜひ前回までのエピソードもご覧になって、くるみちゃんの素敵な笑顔に元気をもらえるわよ今回のエピソードはくるみちゃんが大学卒業後ベルエーに留学に行ったお話。バレーにマネージャーに今度は留学。くるみちゃんって本当に経験豊富な女の子ね。それじゃ今晩もゆっくり楽しんでいってね。はい、皆様お酒ご用意できましたか？はい、では乾杯。大学は卒業して一気に世界が広がったって感じかも。自分の中の人としても成長したなって思うし、その後ぐらいからが。ロスに留学してた時はなんかもう初めてまず実家出たし、その時ホームステイやったからさ、他の家族と7ヶ月ぐらいもうずっと一緒に住んでたし、で友達も全くおらへんから、そこで友達関係も作らなあかんし、ましてや英語環境やし、でまあホストマザーももちろん英語で喋らなあかんから、もう四六時中英語で喋らなあかんかったし、その時彼氏もちょっと経ってからできたから、それも英語やったし、異次元の世界って感じ。なんかもう世界観がもう一気に変わったかな。しかもさ、場所が場所でさ、アメリカのロスとかやからさ、もう全て大きいしさ、もうなんかスケールがさ、もう映画とかもなんかもうラスベガスとかもなんかもう今まで見たことないようなスケールのデカさで、なんか世界ってこんなにデカいんやって思って、なんかワクワクしたって感じ。狭いところにいたんやなっていう気やったかも。なんかこんなにいろんなもの見れるんやなって思ったな、世界っていうものに対して。なんか日本はめっちゃ好きやけどさ、その大学の時とかもそうやけど、ルールとかめっちゃあったやん。なんかそういうのとかも含めて、なんか自分がすごいこうちっちゃいところに入れられてたような気分になってたかも。こうじゃないとあかんとか、ここからはみ出したらあかんとか、なんかこうしたらあかんとか、こういう風に生きたらあかんとかいうところにいたんやなって思ったかな。あの時なんか勇気持って踏み出したらから、そういういろんなこと、いろんなもの見せてもらえて、いろんな人に会えて、いろんな経験できたから、その時の経験もあって、なんか今も絶対あこれやりたいかもとか思ったら絶対やるようにしてるかも。絶対なんか挑戦したら絶対違うものが見れるって思ってるから、その時の衝撃というか。就活しよっかなってあんま思った時はあったかもしれんけど、なんか就職するっていうイメージが全く分かんかったんやな、多分その時。湧いたとしても見えてたというか、自分はこうなっちゃうんやろなっていうのが見えてたというか、なんかそのほんまに大学時代のさ、マネージャー業と同じような感じになるわけやん。オフィス業とかやったらさ、やったらみー多分普通に辞む、絶対辞むなって思ってたから、精神的に。やったら、まあ、もし職業としてするんやったら、何やろ、体を動かす系とか、もうそれこそ普通にショップで働くとか、それやったらあれやったかもしれんけど、なんかこうみんなさ、いい企業を狙って就活しとったやん。普通にうちらの大学もさ、結構まあね、いいとこ就職できるからさ、みんなそうやってやってたけど、なんかそう、それをするあれはなかったの。なんかこうオフィスでなんか OL みたいな感じは多分無理、絶対無理。でも結構決めてたかもな、最初から留学するって。なんか高校の時に留学したのが楽しかったから、もう一回絶対海外には絶対もう一回行くって決めてたし、その時は多分夢なかったと思う。その時まだ多分ダンサーになりたいとも思ってなかったし、語学留学やけど、まあ、現地でダンスの普通にスクール探して個人的に行ってたって感じ、調べて。いや、なんかアメリカやし、ロスやし、やっぱり有名やん、ダンスも。だからまあ最初は多分自分がどのぐらい踊れんのか見てみようみたいなぐらいの感じで多分行ったと思う、最初。でも普通に行ったら楽しくて、割と普通に多分ついていけたから、まあ毎週行ってみようかなみたいな感じ。でもその時は別にそんなになんかもう毎日行ってたとかじゃない、全然週1とか全然。その時恋愛フォーカスやったから
なんか大人10個上やってん、多分その時ミーが22、23とかやって、向こうが多分30ぐらいやったんかな、やったから大人やし、なんか全然焼き餅焼いてくれへんし、焼き餅を焼かせたかってん、多分なんかもっと夢中になってほしかったんやろな。嘘は全く言ってないけど、なんかちょっと友達と遊んでて、なんかちょっとほっぺにチューされたとか、別になんかこう言わんでいいことをなんか都度その彼氏に言ってなんかやきもち焼かせるみたいな、なんかそういうなんかちょっと歪んだ恋愛やったかも。なんか一生懸命やきもち焼かせようとしてたみたいな、なんか依存してた完全に。なんか海外で一人やったからさ、なんか困った時とかもその彼氏が全部助けてくれたりとかしてたから、多分完全に依存しちゃってて、なんかだから向こうも依存させたいみたいな感じじゃないけど、バランスが良くなかったから、なんかその頃はいい彼女じゃなかった、全然。なんか自分のものの捉え方とか、自分の考え方とか、自分のあり方そのものがちょっとコンテと通ずるところがあるというかさ、コンテは向いてたなって。それじゃあまた明日、おやすみなさい。